どうも、岩田です。今回の動画はですね、こちらのですね、マグテームさんの、マグネティックチャージングデータケーブルということで、今回はね、このケーブルをご紹介していきたいと思います。はい。でですね、まあ早速なんですけど、オープニングにもね、ありましたように、もうね、まあこういった、マグネットにね、対応した、まあ、ケーブルになっております。で、まあ、私がね、普段使っているものでいきますと、例えば、こういった、モバイルバッテリーですね。はい。モバイルバッテリーに、まあ、付属しているケーブル。はい。まあ、私はね、こんな感じで、まあ、このね、ゴムで、止めてはいるんですけど、まあ、こんな感じなんですよ。まあ、動きとしては全然ね、悪くないですし、まあ、特に、まあ、困るわけではないんですけど、ただ、やっぱり、このね、収まりが悪いっていうのが、まあ、一つね、あるかと思います。で、まあ、やっぱりね、片付けるときも、こうね、こう巻いていきながら、まあ、最後に、はい、ゴムで止めるというね、作業が、まあ、必要になりますので、まあ、こうすれば、まあ、ある程度ね、まとまってはいくんですけど、毎回のことなので、まあ、面倒だなっていうところもあります。で、まあ、あとはですね、こっちのタイプ。はい。まあ、こっちのタイプも悪くはないんですけど、まあ、こんな感じですね。まあ、長さは特に問題ないんですけど、まあ、これも、まあ、しまうときとかがね、ちょっと、まあ、面倒かなという部分と、まあ、これもね、収まりが悪いといった感じですよね。はい。で、まあ、まあ、対してですね、この、マグテームさんの、はい、ケーブルはですね、こういう形で、まあ、伸ばしてもこうね、しっかりマグネットでひっついてくれるので、まあ、収まりも非常にいいという感じになりますね。で、今回ね、マグテームさんから送っていただいたのが、この、60ワットタイプになります。まあ、基本的には、まあ、ほぼ、まあ、充電ケーブルのね、役割として、送ってもらいました。はい。で、まあ、私がね、送っていただいたのは、このね、タイプ C、タイプ C の、タイプですね。はい。種類が、こちらにもね、ありますように、タイプ A から、ライトニング。で、タイプ A から、タイプ C。で、タイプ C からライトニング。タイプ C からタイプ C と。はい。いった形になっております。で、まあ、カラーもね、一応3色展開かな。ここにね、書かれてますけど、まあ、カラーが一応3色展開で、で、まあ、ケーブルの長さが、まあ、1メートル、1.5 メートル、2メートルという形になっています。はい。で、まあ、私のこのね、送っていただいたケーブルは、まあ、60ワットに対応した、まあ、モデルになってますので、まあ、どちらかというと、まあ、スマートフォンだとか、まあ、あとは、MacBook Air だとか、はい。まあ、そのあたりのね、ケーブルとして使えるのかなというふうに思います。で、あと、まあ、データ転送に関しては、480Mbps になってますので、まあ、めちゃくちゃ早いわけではないんですけど、まあ、遅いわけでもないかなといった感じですね。まあ、どちらかというと、まあ、私はね、これ充電ケーブルとして使うよという感じになっています。で、あとですね、まあ、出力ですね、100ワットタイプと240ワットタイプもありますし、あとね、速さも 2GBps だったかな、はい、のタイプもあります。はい。で、あと映像出力にも対応した、8K にもね、対応したケーブルもございますので、まあ必要に応じて選ぶという感じになるかと思います。で、まあ私はね、どんな感じで使うかと言いますと、まずは、やっぱりね、いろんな充電するものがあります。はい。まあ、ジンバルであったりとかですね。あとは、車内でのね、iPhone、充電する場合とか、はい。そういった時に、このね、ケーブルを使おうかなって思います。で、まあ、私がね、持っているケーブルで行くと、今までは、車でね、充電する場合も、やっぱりね、ケーブルがもうごちゃごちゃして、すごく嫌だったんですよね。で、その点、このね、マグテームさんの、ケーブルを使えば、まあ、収まりもいいですし、で収納もね、楽々になりますので、まあ、そういった形で使えるかと思います。で、あと、まあ、この、細かくね、巻いていくと、まあ、高さが、はい、まあ、出るんですけど、これね、ちょっと、まあ、大きめ。まあ、これまだ開封してないのがあるんで、こっち開けましょうか。はい。こっちね、多分、まあ、この箱に入ってるぐらいなんで、収まりいいですよね。はい。まあ、なので、はい。まあ、こういう形で、まあ、3周ぐらいにすれば、まあ、これぐらいの、はい。まあ、サイズ感にね、なってくれるよという形になりますね。ああ、非常にいいですね。はい。
で、あとは、まあ、こういう形で、これね、ちょっと同じぐらいの巻き加減にした方がいいかな。これ難しいか。はい。まあ、ケーブル同士をね、重ねることももちろんできます。はい。で、こうすれば、二重に、はい、しててもね、結構収まりがいいので、まあ、持ち運びの時も非常に、楽になるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、あと、まあ、このね、マグネットの特性を生かしてですね、まあ、冷蔵庫にね、つけるっていうことはないと思いますけど、私のね、このデスクがですね、裏、鉄板なんですよ。まあ、なので、まあ、このままね、ひっつけることができます。まあ、なので、収納面も、このね、デスクの裏に、このケーブルを貼り付けておけば、机の上もね、綺麗に収まりますし、で、使いたい時にパッとね、この裏から、取り出して、使うという流れもできるかと思います。はい。まあ、金属部分ね、つけるっていうのはありでしょうね。まあ、なので、まあ、私としては、まあ、その、MacBook Air のね、充電用のケーブルとして使うという部分と、あとは、まあ、車のね、上での、まあ、充電ケーブルとして、使うという流れで、まあ、活用していこうかなって思ってます。で、まあ、今後はですね、やっぱりその、発形出力のケーブルが欲しいかなって思ってはいるんですけど、まあ今ここのね、モニターがあるんですけど、これを使うのにちょっとね、ごちゃごちゃしてるんで、そのあたりをね、スッキリさせたいなって思ってます。はい。まあまずそこかな。で、あと、まあ今回ね、こういった、まあタイプ、まあ普通の丸のタイプですね。はい。丸のタイプになってるんですけど、キシメンタイプもあるみたいですね。はい。それだったら、綺麗に、平らにね、収まるという形になるんで、まあ、そのあたりも含めて、まあ、必要に応じて選んでいただいたらいいんじゃないかなって思います。あと、まあ、100W、240W にするとですね、結構ね、このケーブルの太さが、まあ、変わってきますので、まあ、そのあたりも含めて、ちょっとね、選んでいただいた方がいいんじゃないかなって思います。で、これも、これはね、60W タイプなんで、すごく柔軟に、はい、まあ動きますし、型がね、つくっていうこともないので、二重のね、ナイロン素材を使っているということなので、まあ非常にね、丈夫だということですよね。はい。まあそのあたりもね、触っていただいたらわかるかとは思うんですけど、まあめちゃくちゃしっかりしてます。まあやっぱりね、なんと言っても、収まりがいいっていうところがね、まあ一番のポイントかなって思いますので、まあ皆さんもですね、ぜひ1本ぐらいね、持っておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。まあこんな感じでね、二重に重ねることも、まあできますね。はい。いいね。やっぱ、すごくいい。うん。収まりがいいんで、うん。使いやすいですよね。で、まあ本当に丈夫。うん、こっちのね、ケーブルだと、こう、型がついてくるじゃないですか。これもね、ちょっとまあ嫌なポイントになりますけど、これだったら、いくらね、こう、伸ばして、縮めたとしても、まあ型がね、つくっていうことは、まあないので、はい。まあこんな感じでね、しっかり収まってくれるよという感じになっています。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。